人類と怪獣との長い戦いが終結し平和になった現代、怪獣の魂を持ち怪獣に変身できる少女たちが現れた。それが怪獣娘。いよいよ我々ブラックスターズがこの地球を手にする時が来たな。まだ何もしてないですけど。まずは我々の映画で全国の劇場を侵略するのだ。すごく遠回りのような気が。すでにタイトルは考えてある。ズバリ映画侵略を止めるな。これで大ヒット間違いなし。さすがにそれはまずいんじゃ。眩しさの真ん中に飛び込んでくよ。サニハイ、一人じゃない、君となら物語紡げる。きっと眠ってる間も続いてくサニーレコー。今未来動き出す君に出会えたことで。怪獣ガールズブラック11月23日より期間限定上映。みんなでレッツ侵略だ。